今回はリクエストの多かったりなちゃんとさらちゃんの筆箱の中身紹介をしちゃいます。イエーイ。ティアラチャンネルしたかったよね。したかった。しかもいつも使ってるところで、学校じゃないけど。学校じゃないんだ。じゃあやっていこう。ゴー。ゴー。見た目を紹介しましょう。まずは筆箱から。筆箱から、ね、筆箱からって筆箱しかないでしょ。かわいい。どう見ても鉛筆です。ほら、どう見ても、どう見てもなんか黒いとこ、ほら、だって噛んだ。黒いところもリアルだね。うん、しかもシリコン。シリコンもね、使いやすそう。痛くない。どこで買った？これはウィゴです。ウィゴ、ウィゴ、かわいいよね。うん、これは一緒。何それ？これ、ヤバーチャシルク。まだ削ってないんですけど。削ってない。じゃあ、これポッキー？そう、これね、ダイソーで売ってあるんだよ。へぇ。そう。なんかさ、普通にさ、はいって渡されたらさ、食べてしまいそう。あ、こうやってこうやってね。美味しそうよ。はいって渡してさ、パクって。いちご味とチョコ味。へぇ。百均にこんなのあるんだ。うん、あげる。ちょうだい。じゃあ次、消しゴム。じゃーん。あ、かわいい。これはなんかクリスマスの時にあのプレゼント交換したじゃん。あ、したね。あん時にマイカちゃんからもらった消しゴムです。やっぱりね、女子力が、うん、高いです。高い。マイカちゃんが持ってそうな消しゴムだもんね。うん、うん、しかもね、ここにね、フルーツのお菓子とかが書いてあります。かまとか。じゃあこれはラブトキの蛍光ペンです。え、かわいい。ラブトキで買ったの？買ったっていうか、なんか何円以上でもらえるってあるじゃん。 あれでももらいました。すごい。鉛筆削りになってます。すごい便利じゃん。うん、ちゃんとこれ使ったら削れる。そう、でもね、あんま使いたくないんだ。うん、そう、わかるわかる。じゃあ最後、じゃーん。あ、ペンじゃない、リコーダー。リコーダーです。のペンです。すごい。あ、え、それリコーダーなんだ。本当のリコーダーかと思った。吹けるよ。吹いてみて。ちょっとすごい。どこで買った、どこで買った？これもウィゴで買いました。ウィゴ。え、聞いて、なんかドレミファソラシドってやって。できるかな。耳がでかすぎサラの筆箱はラプンツェルの筆箱です。かわいい。うちとは全然違う。紫好き。そう、サラ紫好きだからね。なんかサラちゃんっぽい。なんかサラちゃんって水色って感じがするけど、なんか紫も意外と似合う。意外と。じゃあ中身を紹介していきます。イエーイ。パカって開く。ここはやば、めっちゃ開くよ。まず鉛筆削り。かわいい。かわいい。チップとデール。チップとデールが大好きだから、チップとデールの鉛筆削りを今いつも持っています。ミント色で可愛い。うん、ザ、これザ・サラちゃんって色じゃない？ザ・ザ・ザ・サラちゃん。わかる、わかる。イメージから、うん、なんか、チップとデールの消しゴムです。チップとデール好きだね。好きだね。そう、うちも好き。こっちが消しゴムになっていて、使える。消しゴムさ、消したらカスが出るじゃん。うんうんうん。そしたら、このコロコロで取れると便利。便利でしょ。どこで買ったの？これはね、あ、忘れたけど、多分友達にもらった。すごい。定規。やばい。あのジェニーでさ、なんかもらうやつが8000円以上超えたらなんかもらえるやつある。買っちゃうやん。それでもらいました。ジェニーランドとかには行かないんだよね。そう、だからね、レアで、次レアだね。鉛筆。お、かわいい。なんか音符の鉛筆。サラちゃんピアノやってるからっぽい。上になんかついてます。音符とダイヤ、なんかダイヤみたいなのがついてます。なんかかわいい。友達にもらったキャップです。かわいい。大人っぽい。仲良しだった友達が引っ越しちゃったから、それでもらいました。悲しい。あ、でもさ、オソロコスメ系だね。そうそう、オソロ、コスメ系でかわいい。で、サラが今さっき言ったように、またチップとデールが大好きだから、チップとデールの鉛筆です。かわいい。ドナルドダックもいる。うん、かわいい。ドナルドダックの鳴き真似まで3、2、1、どうぞ。
と出るはわからん。はい。はい。おお、つぶつぶのペン。え、かわいい。さらちゃん、ディズニー好きだね。そう、ディズニー大好きなんだ。え、なにこういう絵好き。なんか、わかる、なんかさ、適当じゃないけど描いてる感がある。そう、なんか、ね、なんかさ、丸く塗るんじゃなくて、ね、なんかね、綺麗に塗るんじゃなくて、さーって塗る。そうそうそう、なんか色鉛筆みたいに塗ってあるみたいな。でもここは黒と赤と青があります。これってさ、消せる、うん、消せます。よね、上についてるから描いたら、これで消せる。便利便利です。便利。また鉛筆が出てきた。次、なんか占いの鉛筆です。サラちゃんやって。はい、3、2、1。じゃあ、私が見ます。結果発表。はい。ふわふわアイテムで乙女チックに。イエーイ。ふわふわアイテムじゃない、乙女チックに。ふわふわアイテムで乙女チックにが出ました。次、シャーペンです。あ、かわいい。これはりなちゃんと買ったね、迷ったのマイメロのシャーペンです。かわいい、ね、今思ったけどね、ポンポンプリンとかかわいい。ね、なんかいろいろあったよね。さらちゃんのマニキュアかわいいです。写真です。え、かわいい。え、これ何の柄？これはポムポムプリンです。あ、かわいい。そしてクリップ。クリップ、あったら便利そう。なんかさ、不思議の国のアリスのクリップです。あ、ねね大好きやん。かわいい。で、最後ペンです。あ、かわいい。色が違うの？ピンクとオレンジのペンです。かわいい、かわいい。これも友達にもらいました。はい、かわいい。以上です。中は？中は紫です。かわいい。ということで、今回はりなちゃんとさらちゃんの筆箱の中身紹介をしてもらいました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。コメント待ってるよ。バイバーイ。